ここにある臨時の通信装置はブローニャさんが断りのリッツ社の力を使って2日間ほどかけて設置したものだと聞きましたが。うん、スーサナも結構頑張ってくれたよ。彼女がいなかったら他の人たちと連絡が取れても、装置を設置するときに旋回一条に必要なスケールを把握できなかったと思う。ブローニャの話によると、そうなっちゃった場合、あんたたちを開炎城までナビゲートする難易度がかなり高くなるんだって。確かに。ですが、長光さんが彼女を発射したことはやはり無謀すぎる行為だったと思います。あの二人らしくはありますが。デュランダル様。スーサナさん、ちょうどあなたのことを話していました。え？あんたの助けがなかったらデュランダルと師匠はこんなに簡単には開炎城に来られなかったって話をしてたんだ。自分の仕事をこなしただけです。それでもみんなの感謝の気持ちに変わりはないよ。そうです、見事な働きぶりでした、スーサナさん。はい、スーサナはこれからも頑張ります。その件は置いといて、善は急げと言いますし、計画の第二段階を始めるとしましょう。ここで締め消しを展開すればいいんですね。うん、あと言うまでもないけど、アインシュタイン博士と連絡が取れる状態をキープして。博士曰く具体的なやり方はその都度指示してくれるんだって。僕たちは草木と何の違いもない。火起こし、焼き畑農業。宇宙に行けるようになったとしても、人類はその子供時代からは逃れられない。宇宙ではどんな知恵も存在の仕方の制限を受ける。それは意志で克服できる障害ではない。ケビン。あなたの言う存在の仕方には目の前の光景も含まれてるの？何はともあれ、ここで立ち止まるわけにはいかないわ。こいつも巨樹の残骸なのかしら。ちびっこ、また一匹獲物を奪っちまったな。
なあテレサ、何ぼーっとしてるんだ。ジークフリート、本当にあんたなの？ん？なんだ？どっかで偽物にでもあったのか？それとも単にゴーヤジュースを飲みすぎて頭がおかしくなったのか？まあいいわ、そんな馬鹿げたことを言えるやつなんて他にはいないから。ということはつまり、ヨルムンガンドがあんたを監禁した場所はここなの？そうでもないんだ。しかし話すと長くなるな。とにかくあの時からカスラナの聖魂空間に閉じ込められてるんだ。さっきヨルムンガンドのボスとそこで戦ったって言ったな。ええ、彼の名はケビン。カスラナ家の祖先で全文明のヒーローであり、この時代の罪人だろ。ケビンが何をしたか知っているの？いや、だがさっきあいつがキマイラの全ての力を取り出したんだ。じゃなきゃこうして今お前と顔を合わせて話すことなんざできない。ケビン、彼は終焉の律者の権能を奪い聖魂計画を進めているの。彼が言うには、それが終焉がもたらす世界の破滅を避ける唯一の方法だそうよ。でも代価として聖魂を覚醒させることのできない人たちはみんな夢の中に落ちるの。終焉の律者、閉じ込められている間に外では何が起こってたんだ？ここ1年確かにいろいろあったわね。たった400日で律者のナンバーが4から12に至った。その上オットーですらこの世から消えてしまったの。でも困難に立ち向かうことでセーフレイヤーの教え子たちも随分と成長したわ。しかもキアナは空の律者の人格に勝ち、人類のために戦う深淵の律者になったのよ。私たちの知るベルトみたいにね。そうか、次に会った時は大人として扱ってやらなきゃな。そんなの言うまでもないでしょ。あんたこそ昔みたいにだらしなくしてたら彼女に呆れられるわよ。キアナはお前みたいにケチくさいやつじゃないぞ。そういえばジークフリート、あんたの左腕聖魂空間で治せたの？ああ、腕のことか。正直俺もよくわからないんだ。聖魂空間にキマイラの力が満ちていた頃は意識がぼんやりしていて、一体何が起きているのか全くわからなかったからな。例えば監禁から何度も逃げているはずなんだ。だがなぜかいつも監禁状態に戻されている。それだけじゃない、今この時も非現実的な感覚を強く覚えている。まだ聖魂空間の顕微鏡と巨石の中に閉じ込められているような気分なんだ。あんたもひどい目にあったのね。そういえばジークフリート、今あたくしたちのいる空間がどこにあるのか知らない？カスラナの聖魂空間とは随分と違っているような気がするわ。さあ俺にもわからない。だが暴れ回るための手がかりはずっと掴んでいる。さっき言っただろ、ケビンがキマイラの力を取り出したって。力が消え去った方向が俺をお前のそばまで導いてくれたんだ。つまりここで私を見つけられたのは前にそういった方法で戦ったからってこと？いや、そこまでは思いついていなかったな。だが一理ある。本当は力が消えた理由を探ればケビンを見つけられると思ったんだ。だがこうしてお前と会えて以上、このまま進んでいけば他の連中も見つかるはずだ。二人だけじゃ事の全貌は把握しきれない。だが人を助けていけばいくほどいつかは強い力になる。仲間は大いに越したことはないって言うだろ。さすがだわ。
そんなにいろいろあったのに、若い頃みたいに楽観的なのね。わかったわ。じゃあ、あんたの言う通りに動きましょう。もしかしたら、キアナたちも別の方向から今回の件を調査しているかもしれないわ。こっちだ。虚数の造物、やっぱりここは虚数空間と何らかの形で関係のある場所なのね。ちょうどいい機会だ。テレサ、久々に肩を並べて戦ってみないか。ま、肩を並べられるほど背は伸びていないがな。後半はいらないわ。キアナはまだ学校をサボっているのか。え、どうしたの急に。親父が教師と顔を合わせてるんだ。これぐらい聞くのが普通だろ。セーフレイヤ学園はもうすでに2期分休校しているわ。ジークフリート、あんたが使っているのは聖魂の力よね。当然だ。本物の天下制裁はまだヨルムンガンドのところにある。現実世界に戻ったらこの力は使えなくなるのかもしれないな。なら、その時は制約の十字架を貸してあげましょうか。遠慮しておく。 0.5 トンもあるんだぞ。老いぼれの椎間板のことも考えてくれよ。少し笑える話だが、聖魂空間に閉じ込められて最初に思い浮かんだのは、しまった、このままじゃ新劇場版アラハトの最終回を見逃しちまう、だったんだ。あんたの脳みそらしい考えね。キアナはずっとあんたのことを探してたのよ。これでやっと彼女に会えるんだから、そのことをもっとちゃんと考えなさい。ロボットアニメなんか別にどうだっていいでしょ。いや、ダメだ。キアナのことを話した瞬間、戦闘中なのに気が散りそうになったからな。やっと訳のわからない奴らを片付けられたな。ゾロゾロと出てきやがって。俺たちが蜂の巣を攻撃したとでも言いたいのか。仕組みを理解できれば現状を把握できるはずよ。確かにその通りだね。でも時間の節約も考慮して、ここは私がちょっとしたアドバイスをしてあげる。この声は。二人とも、こんにちは。私はラムだ。時間がないから自己紹介は飛ばしておくね。でもこのことだけは信じてほしいんだ。私はセイフレイヤの味方だよ。時間がないだと。追ってでもいるのか。正確に言えば前方で待ち伏せ、後方には追ってかな。私が入手した情報によると、ここの空間は10分後に空の律者の剣道によって大きく書き換えられる。最悪の場合は大型の敵との生死をかけた戦いが始まるよ。空の律者ってキアナのこと？うん。あなたたちが聖魂計画のメインネット、星の目次にいることを知らずにいる彼女たちは遠慮なく力を使ってセーフレイヤーを取り戻そうとしてるの。原理の説明はすごく複雑になるから重要な部分だけ説明するね。テレサちゃんが夢食いをしたことでセイフレイヤが反撃の前線基地として選ばれたの。つまり
私たちがキアナたちに合わせて行動すれば形勢を有利にできるってことね。そう、私の能力を使えば聖婚計画にとって単なる異物であるテレサちゃんを助けることは難しくない。でもジークフリートさんの方は少し手こずるの。それって聖婚の力のことか？ううん、もっと初歩的な話だよ。ジークフリートさん、カスラナの聖婚空間、その最奥部からどうやって逃げてきたか、あなたは覚えてる？ケビンがキマイラの力を取り出したから。ジークフリートさん、私が聞いているのは聖婚空間から具体的にどうやって逃げてきたのかって話だよ。ねえ、覚えてる？待て待て、それってありえない。なぜどうやって逃げてきたのか全く覚えていないんだ。やっぱり以前と同じようにあなたは本当の意味で聖魂空間から逃げられたわけじゃない。ケビンがキマイラの力を連れ出したことで存在の状態が安定しただけだよ。あなたは何を言ってるの？ジークフリート、どういうこと？はあ、俺の今の状態はただ虚数空間で無遊しているようなものだと彼女は言っているんだ。例えば俺は一度ぬいぐるみになったことがあってな。まあいい、多分あれは本当の意味で夢を見ていただけかもしれないからな。一旦視点を現状に戻してみよう。ジークフリートさんは長い監禁がもたらした同化効果によって聖魂計画とメインネットワークの中では精神を分裂させて単独で行動することができるの。だから現実に帰りたくても本体がいない状態じゃ本来なら必要のない面倒事が増えちゃうんだ。となると俺がまだこの空間にいれば他の問題も起きずに済むってことか？うん、たださっき話したようにここは10分後に空間が歪んで大型の敵が出現するとともに退路が断たれるの。なら大したことはないな。お前たちさえ無事に脱出できれば俺と敵の戦いがどんな結果になろうと何の影響もないだろ。何しろただ夢を見てるだけだからな。安心して、それはそれは一時的なことだから。ここに閉じ込められてるような状態もそう長くは続かないはずだよだといいんだがな。テレサ、もしこのラムダのお嬢さんが信頼に値する人間だと思うなら彼女の言う通りにして先にここから離れろ。早く今のうちに。キアナちゃんたち、早めに動き始めたの？テレサ、逃げろ。これで計画は第三段階まで終わらせられたね。驚くほど順調すぎるけど。開始から今まで経過した時間はおおよそ37分。本当にさすがです。デュランドル様、どうかしました？計画が順調なのはいいことですが、それはつまり難しい場面がまだこの先にあるということですよね。ええ、でも聖魂計画から聖フレイヤを奪還する、それはとても重要な起点でしょ？その通りです。そうすれば独特な空間の性質を用いて聖フレイヤを理想的な前線基地にできる上に天命本部にある戦艦一条を再度役立たせることも可能です。地表の大半を侵食された今、戦艦一条で海炎城に直接影響を与えることはできませんが、特殊なビーコンを持つ聖フレイヤを通せばいろいろなことが簡単になります。だから聖フレイヤを奪還できれば天命本部とお互いに支援し合えるようにもなります。ソルトレイク基地も同様です。つ
つまり必要であればリタもブローニャたちと一緒に戦えるのですね。ええ、逆にあちらも同じことができます。まあとはいえ今はまだセーフレイヤ学園にたどり着けていない状態だし、それでチームはどう組むの？セーフレイヤ出身のメンバーをなるべく一緒に組ませた方がいいと思います。ですが火炎城を守れるくらいの戦力を残す必要もあります。そうですね。では須匠さんは休ませておき、深さん、四季の律者、スーサナさんに開演場を守ってもらいましょう。残りの人たちは一緒に打って出ます。そうなるとデュランダルは続けて戦うことになるよ。もう二日も目をつぶってないのに大丈夫？ええ、より長時間にわたる作戦に連続して出かけたことがありますし、前方に私が必要がなくなったと判断できてから休んだ方が良いでしょう。でもキアナさん、甘く考えてはいけません。私たちは世界を救うために動いているんですよ。皆さん、異論がなければこのプランで進めていきましょう。わかった、今から出発しよう。最近律者の思想空間で思い出したばかりだけど、本物の学園を見てると懐かしくなってくるわ。周りに敵はいないようですね。もしかしたら前線基地の構築作業をすぐに開始できるかもしれません。まずは学寮に行ってみない？ブローニャのゲーム機がまだ残っているかもしれないし。はいはい、冗談はそこまでよ。じゃないとデュランダルさんが本気にしてしまうわ。ゼールさん、あなたも何か気づいたのですか？はい、あそこの空間がキアナの力で傷ついてるみたいです。キアナさん、律者の力であの教会堂の近くを調べてもらえませんか？問題ないけど。確かにここの空間なんだかおかしいみたい。一緒に調べましょう。巨樹の残骸と漁師の影、やっぱりここの空間はまだ完全に安定してないんだね。変ですね、こんな風に空間に影響を与えるなんて。これは緊急転移の副作用だから大したことないわ。でもどうしてみんなはここに？ええ、状況は大体わかったわ。再会できたばかりだけど
今はみんなに急ぎの任務を与えないといけない。はい、ご命令ください、司教様。この近くにある空間の隙間がまだ消え去っていなかったら、その源を追跡してそこにいる英雄とも言える男を助け出してほしいの。彼の名前はジークフリート・カスラナよ。あ、パパ？テレサ司教、作戦の詳細を教えていただけませんか？ええ、時間は貴重だけど必要なことは説明しておかないとね。つまりパパはケビンの手でカスラナの聖魂空間に閉じ込められてるの？ええ、ケビンがキマイラの力を取り出した今こそが彼を助ける最高のチャンスなの。でも星の目次に残された隙間だけでキアナのお父さんを探す、あるいはカスラナの聖魂空間を見つけるなんて、そう簡単なことではありません。ではカスラナの聖魂空間と複雑な関わりを持った人間がさらに二人いたらどうでしょう？二人？そのうちの一人がテレサ主教、そして私が。不思議に聞こえるかもしれませんが、私は確かにカスラナの聖魂覚醒者なんです。え？オットー主教のせいで少し複雑な事情があり、そう簡単には説明できないのですが、時間の節約のために一旦はこの事実だけを飲み込んでください。後から説明しますから。分かったよ、デュランダル、教えてくれてありがとう。実はどんなことになろうと私は最善を尽くして試すつもりだったんだ。キアナが必要ならブローニャたちも全力で協力します。それに、ついでにその聖魂空間を奪い取れたらケビンと聖魂計画に反撃できるものね。役に立てそうなら私も力になりたい。以前協力し合った時のようにすれば、シミ消しで空の律者の権能を増幅させることもできますし。私はビシュヌの力でサポートするわ、キアナ。だから思いっきりやってみて。うん、もちろん。見つけた。あれ、ここは。ここはカスラナの聖魂空間と一般の虚数空間が相互浸潤しているエリアです。カロスタンでの戦いの時に私はオットー司教によってここに追放されました。つまり聖魂空間の中心エリアまではまだ少し距離があるんだね。あれ、他の人たちは？テレサ司教はどうやら完全に回復できていないようですね。他の人たちはカスラナの聖魂空間と相性が悪かったのかもしれません。それに、いえ、何でもありません。ご覧の通り方向を見失いやすい場所です。ですが幸いにも先ほどテレサ司教が行ったと思われる夢食いの痕跡が残っています。シミ消しで印を残せば。多分そうでしょう。だからその話はまた後で。まずはジークフリートさんの安全を確保しないといけません。ここまでです。
さあ、キアナさん、出発しましょう。見るのが嫌なの。私もパパを守りたい。いや、謝らなくちゃいけないのはパパの方だ。キアナにはすまないことをたくさんしてしまったな。パパ、どうしたの？パパはいつも優しくしてくれてるよ。訓練してくれるし、いっぱいプレゼントを買ってくれるし。だが、訓練が好きかどうか、プレゼントが好きかどうかをパパは一度も聞いてなかった。お前の気持ちが一番大事なのにな。私の気持ち？あ、お前の気持ちだ。好きな食べ物、やりたいこと、なりたい人。そういえば今日は誕生日だったよな。ずっとちゃんとお祝いできずにいてすまなかった。俺は父親失格だな。大きなケーキを買いに行こう。今度はちゃんとお祝いしてやる。行こう、キアナ。スラナの本当の聖魂空間です。パパはここにいる。行きましょう。ジークフリートさんを助けに。はい、はい、リチ社の力がどんどん消されていく。慌てないで。聖魂のルールは聖魂で超えましょう。シャニアテの名で命じる。黒煙に咲く白火よ、その力をすべて解き放て。そうだ、今日はお前の誕生日だったな。今まで祝ってやれず本当に父親失格だ。でかいケーキを買ってちゃんと祝おう。
スラナ家の人間は、どんな代価を払ってでも、最愛の人たちを守り抜くって。だから、私たちは来たの。テレサの言う通り、大人になったんだな。そんなの言われなくたってわかるでしょ？死、別れて三日なれば、すなわちまさに、刮目して愛待つべし。ことわざも結構覚えたんだから。でも、みんなの力があったからこそ、今みたいなことができたんだ。学園長、聖フレイヤの仲間たち、それと、デュランダル。はい。少し複雑な事情がありまして、覚醒した私の成婚は、一つだけではないようなんです。夫か。はあ、そのようなものですね。それはさておき、先ほどここにビーコンを設置しておきましたので、安全な場所に戻りましょう。まずはここから出なければ。なあ、デュランダル、前に会ったことはないか？バガバットギーターの一文なのです。昔ヒンドゥー文化が好きな学友に聞かされたなのです。今のあなたは血にある大戦前のアルジュナに似ているなのです。アルジュナって？ヒンドゥー神話の中の王子で英雄なのです。クルクシェートラの戦いの前に血縁や友人が敵側についたのを知って気を落とし、戦いをやめようとしたアルジュナをバカバットと呼ばれたクリシナ神が戦いに参加するように説いた言葉がバカバットギーターなのです。今から行く戦場に知り合いなんていないんですけど。ええ、ここで知り合いに会うことなんてないと思うなのです。ビアンカさん、あなたが直面しているものはアルジュナと正反対のものなのです。それゆえに似たような気持ちになるのかもしれないなのです。意味がよくわかりません。つまりあなたとこれから対峙する敵の間には本質的に何の交わりも衝突もない。それなのに、いえ、だからこそあなたの中に迷いや恐怖があるなのです。ビアンカさん、今まであなたは船長や議長の計画に沿って行動してきたなのです。自身がこの件において何の意味を持つか考えたことがなかったと思うなのです。責任感の落ち着く場所が見つからない。それがあなたの緊張の源なのです。あなたは自分をよそ者と思っているなのです。そんな自分が異世界の人たちの期待に応えられるかどうか恐れているなのです。リタさんに聞いたなのです。あなたはすごく意識の高いバルキリーだって。けどあなたを喜ばせるのはいつだって任務の結果であり、その過程ではないなのです。それは辛いと思うし、そんな風に考える必要もないなのです。でもビアンカさん、結果だけ見ればこの世にはたくさんの無意味なことがあるなのです。生きていることの意味は、死ぬことは、自我に意味があるのか、人類や世界、宇宙に意味があるのか。例えば、ビアンカ・アタジナ。あなたの存在意義は、あなた自身なのです。バルキリーの先輩にとっては、追いかけてくる脅威であり、激励でもあるなのです。あの司教にとっては珍しいサンプルなのです。でもこの世界の泡の人々にとっては人助けをする超人。そしてあなた自身にとってはビアンカという名の自分の人生なのです。それらは結果ではないのです。
無に始まり無にキス。ビアンカさん、この世界の泡が求める救いは結果ではなく過程であり一楽章なのです。ワーグナーやリシャルト・シュトラウスの音楽のような。バルキリー、あなたは世界という舞台で自分だけのパフォーマンスができるなのです。それはあなたがこの世界の一員かどうかとは1ミリも関係ない。ジークフリートさん、あなたが私を見たことを思い出せるなら、これから話すことは理解しやすいはずです。だいたい2ヶ月ほど前のことです。私はオットー主教にはめられ、虚数空間のとある場所へと追放されました。そこは虚数空間内に存在する独特な次元で、赤い砂漠が広がっていました。そこでは無数の歴史が無意識に現れてきていました。目的もなく、ただひたすら流されていく中で、私はある特殊な存在に出会いました。彼はあらゆる存在に勇ましく立ち向かう英雄でした。たとえその人生が運命によってズタズタにされているように見えても、妻を失い娘を失った、それでも闘志は消えず、いつでも前向きでした。伝説のシーシュポスは巨大な石を山頂へと押し上げ、それが転がり落ちる様を無力に見つめる、その行為を幾度も繰り返していました。ある意味でそれこそが人生のありさまです。ただそれだけなら彼に共鳴することはありませんでした。しかし彼は運命の闘士になることを選びました。私もそう生きていきたいと望んでいた道を選んだのです。運命にひざまずかず、世界に屈することなく、心に秘めた最も純粋な信念を貫く。シーシュポスが私たちに残した本物の印は英雄の証であり、人類の証でもあります。だからこそ彼にとってあの出会いはあっという間に消え去る夢に過ぎないのかもしれません。しかし血縁、記憶喪失以前のこと、そのようなものではなく、人生への彼の態度、彼の人格のかけらが与えてくれた激励、その数々こそが私にとっての宝物です。そんな大切なものを得たからこそ、私はこうしてキアナさんと一緒に彼を悲惨な運命から解き放ってみせると決意できたのです。自分勝手な言い方をすると、この行為は彼のためでもキアナさんのためでもありません。決意の原点は英雄の人生がもたらした共鳴にあるのです。ジークフリートさん、あの時私が出会った人格のかけらは、この写真に写ったホムが色あせた姿でした。彼は、お前の声が聞こえた。あの時は大声で叫んでたな。デュランダル、ビアンカ、アタジナ、響きのいいかっこいい名前ばかりだ。
お前は2008年に療養所で目を覚まし、2011年には史上最年少で A 級ヴァルキリーになった。それから2年目に漁師の海を探索し、遠い世界を救った。12歳の時点ですでに他のカスラナが成し遂げたことのない偉業を果たせるなんてな。お前が言ってたように、成敗のみをもって英雄を論ずるなかれってやつかもしれないが、スターアンカーも天元も人類のために戦う律者も、お前たちがやり遂げたことはもうとっくに親の限界を超えている。まあ親としては無事に生きていてくれればそれだけでよかったんだがな。青は愛より出でて愛より青しってのも悪くない。そんな娘たちがいて自慢に思わない奴なんていないだろう。ビアンカ、キアナ、お前らのバカ親父ジークフリーとカスラナを、しばらくの間世界中で一番幸せな父親でいさせてくれ。何を迷ってるの？いえ、でも。おい、ちょっと待て。これでこそ家族だよね。昔は二人が私を家族にしてくれた。そのきっかけを作ってくれた。だから、こういう時は私が助けてあげなきゃね。キアナ。本当に、キアナさんらしいですね。もちろんだよ。久々の再会だもん。難しい話ばっかりしてちゃおかしすぎるでしょ。テレサ様、戻ってきたようです。ゲニウスのビーコンによると3人でいらっしゃるみたいですね。こんなに早く？心の準備がまだできていないのに。ええ、私もつい20分ほど前にセーフレイヤに到着したばかりですが、どうやらジークフリート様にはご立派な娘さんが2人もいらっしゃるようですね。ここからは設置したビーコンを使い、旋回1畳でケビンさんから切り離したカスラナの聖魂空間をテレサ様が掌握すれば、私たちは聖魂計画と終焉により一歩近づけます。でもケビンは自ら聖魂計画の断点を放棄したようなものじゃない。そうじゃなければさっき話したことをこなせるチャンスなんてないはずよ。はい、正確に言えば最初の急増の段階が過ぎた時点で聖魂計画を固定するための端点は不要になったのでしょう。角度を変えてみれば私たちの地球の奪還プランに近道はないと思います。しかしご安心ください、テレサ様、あなたはもっと姪御さんであるお二人を信じるべきです。あちらをご覧ください。どうやら戻られたようです。やっほー、戻ってきたよテレサ。こんなにも早く再会できるなんて想像すらしてなかっただろ。おっと、そういや、お前に紹介しておかないとな。必要ないわ。ビアンカはセシリアの娘なのよね。ええ、はい。申し訳ございません、デュランダル様。長い間隠されていたとある秘密を先ほどテレサ様にお伝えいたしました。それってつまり。どうやら問題なかったようですね。何しろデュランダル様は勇敢ですから。デュランダル様は自らお伝えしたのですね、キアナさん。もちろん、だって天命最強のヴァルキリーだもん。それくらいの勇気がないとね。キアナさん、いくらデュランダル様でも
メンタル面の課題に挑むのは難しいことですよ。甘く見ないでくださいね。しかし今の状況を考えると必要なのは、テレサ様、最強のヴァルキリーと最強の律者のためにちょっとしたプライベートスペースを作ってみてはいかがでしょうか。え？うん、それもそうね。すぐさま、セーフレイヤーがピンチに陥るようなこともないと思うし。だから、今後の作戦会議を正式に開くまでは、二人のキアナのために、心よく時間を作ってあげましょう。そう思わない？ジークフリート。ああ、俺たちの考えより、彼女たちがお互いに確かめ合おうと思ってることの方が重要だからな。ではどのあたりに行きましょうか。噴水とかはどう？いいですね。